はい、それでは時間になりましたので分子環境学特論1を始めます。ただいま9名どんどん、はい、ちょっとお待ちください。はい、第9回です。もう折り返しました。特に変更はございません。はい、前回は電池でした。はい。今日はトリプルクローンです。まあ15回、まあ実際にクイズをやりますから、13回なんですけど、まあ、やってる方としては、あのヨーロッパの地図とこの9回トリプルクラウンがなかなか好きなところです。はい、それではあの前回分の見てもらいますので、投票の準備をお願いします。はい。はい、これですね。ちょっと待ちください。はい。前回分の結果はですね。質問は3票で3つありました。ケロケロケロッピさんと、カメラさんと S さんです。で、S さんは回答の方のトップでした。4票でした。今までの誕生日で思い出に残っている出来事はありますかでした。では、前回分です。ケロケロケロッピさん。電池の話でエネルギー変換を繰り返して効率が下がっていくと聞いて、多段階の有機反応が多くのことも言えると感じました。何を行うにも 100% 全てをそれに変換できないことは現実世界のルールと思います。その通りです。なので、シンプルであるというのは非常に大事です。質問。ですが、先生は現実世界でロスの全くない化学変化や気候というものを存在すると思いますか？そうね。まあ、そのロスの問題でもあるんですけど、現代にはないと思いますけど、有史以前のいわゆる原始生活はロスがないものだったかもしれないし、いわゆる自然っていうのはある意味ではロスがないのかもしれないですよね。わからないですけど。まあ何をロスというかによりますよね。マクフライさん、太陽電池のエネルギー変換がエネルギーを無駄にしているようにしか見えないのがとても面白かったです。太陽電池は企業がブラ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 、風力発電嫌いなんだ。いえいえ、その太陽電池で電気を作ってそれを使う電気分解で水素を作って、その水素を燃料として燃料電池を発電するなんてのは明らかに問題があるじゃないかっていう話をしたんです。質問、エネルギー問題は我々の生活と切っても切り離せないものですが、大谷先生は火力発電や原子力発電、また持続のエネルギーについてどのように考えていらっしゃいますか？そのね、持続可能っていうのがもう非科学的なのでどうしようもないです。持続可能かどうかっていうのはわからないのに、それを頑張ってやろうっていうのはちょっとおかしいような気もしますけど、まあすっごい単純に言ったら、まあ、ちょっと誤解を招くかもしれないんですけど、別にあの人口を減らす、人為的に減らすっていう、つまり人を殺すというわけじゃなくて、増えないようにするっていうことを考えるのもいいかもしれないなと今は思っています。シハオさん、Thanks to today's class, I have a general understanding of how fuel cells work.
I also understand the difference in the energy conversion of the three cars, gasoline engine car, fuel cell car, and solar cell car. That's the knowledge. はい。Which I don't want to transfer. Question. Do you think the future of fuel cell will be better than lithium batteries? I don't think so. Both fuel cell and lithium batteries will be replaced by the others, or human beings will disappear on the earth. The future がどれぐらい先のフューチャーかによりますけどね。ヒューリーさん。エネルギー変化の難しさを学んだ。また変換するエネルギーの種類によってエネルギーロスに差があるので調べてみようと思った。いやいや。多くのことから温室を掴むとどういうことかということを説明したので、そのエネルギーの話をしたわけではないと思っています。質問1。札幌には占いの店が多くあると思いますが、先生行ったことありますか ?2。おすすめがあれば教えてほしいです。ありません。少なくとも札幌で。で生涯のうちで一度だけ占い、手相ですけど見てもらったことがある。ずいぶん前に仙台の商店街、まあ、出張で行った時ですけど、晩ご飯の後ブラブラと歩いてたら手相見、駅舎さんがいたので、まあ、興味本位で手相見てもらったことがあるんですけど、何について占ってほしいですかって尋ねられて、まあ、その当時はどこにいたんだ。その当時は京都大学にいたんですけど、他の大学から来ないかっていうオファーがを受けてるんだけども、行くべきかどうかっていうのを占ってほしいって答えたら、すぐにもう即決で、あなたも迷ってなくて、自分でもう決めてますよね、どうするかって的中されました。そう、まあ、手相見ないでですよ。手相見ないで的中されちゃったので、まあ、要するに手相っていうのは、手を見てるふりをして、反応を見てるだけ、あるいは言ってることを聞いてる。よく聞けば分かるんでしょうね、多分。はい。だから、その手相見という商売が成り立っているのは、まあ、こういうことがあるから成り立っているんだなと思います。2番、おすすめはありません。ありませんけど、もしよかったら見てあげましょうか。はい。リンさん、エネルギー変換は日光によるエネルギー供給が一定なかなか、一定なかなか難しいと思いました。それは講義に対するコメント？質問。あまり太陽が出ないような北極に近いところでは太陽エネルギー変換車は難しいですか？ごめんなさい。よく考えてみたらさ、そんなところで自動車に乗りたいと思うかなって感じですかね。はい。レッドさん。Through today's lecture, I found that there are so many kinds of batteries. Some of them have great potential. I feel that blah, 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 blah. I talked about cell.Not battery. That is important. Question. I'd like to ask what are the common applications of fuel cell that must be generation of electricity, no other application. キャラメルさん、同じ対象でもどこに焦点を当てるかで定義が変わってきて、対象をどう見るか、どう切り取るのが重要であるように思いました。やろう。質問。人生で無駄な経験はないとよく聞きました。先生、無駄だと感じた経験ありましたか？無駄かどうかを確認することが最も無駄だということに気づいてからは考えたことはありません。で、それにいつ気がついたかを考えるのもっと無駄なので思い出せません。NTD さん、今日は電池について学びました。本当？日常に根付いている電池を説明するのは少々難しいと思いました。いえいえ、電池について知識を与えようとは思ってませんって。質問、最近の世の中は節電節電と知事や自治体のトップの方々が口を揃えて言ってますが、電気自動車についても最近よく CM で見るようになり、仮に何かのきっかけに爆発的に売れて流行ってしまったら一気に電力状況はさらに悪化し、使用制限が設けられるなど好きな時に乗れなくなるのではないかと思いました。先生は電気自動車についてどう思われますか？どうって。私が生きてる間には運転することはないかな。正直とは何かさん。私が10年ぐらい、ソラーパネルを設置するエコ政策が流行ったのですが、10年前くらい、ソラーパネルを設置する費用がとても高いように作られる電気がとても少ないです。それは新手の詐欺だと、建設業の、建築業の父が言ってたのを思い出しました。ブラ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 。
新手っていうのはね、新手です。得るものが一緒だったら効率が良いものがいいに決まってるじゃないですか。この普通にこの講義聞けば。質問。車のエネルギーはこれからもずっとガソリンの力を借りることになると思いませんか？ずっとっていうのは100年ぐらい先も入ってるなら絶対にないです。はい。電解石質問さん。シリコンソーラー製は太電池よりも太陽発電機の方が正しいのではないかというのが面白かった。燃料電池がブラ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 。はい。まあ、大体そんなもんです。が、そのヒドゥンコンセプトを見つけないで修士の学位を取るっていうのはどうかな。それが修士の学位を取るってことじゃないですかね。質問。大人になるというのとことはどういうことなんでしょうか。生物学的以外の回答をお願いします。大人になるってこういうことなんだなってわかることですね。だから、電解石さん、電解石質マンさんはまだ大人じゃないということになります。ニックネームさん、燃料電池を使うことのメリットは少ないのかなと感じた。まあ普通はそう思うよね。質問、就活を始める人も増えてくる時期になりましたが、ちょっと増えましたか？増えてくる時期になりました。私は博士課程の進学を考えております。メリットというとおかしい気もしますが、博士課程とべきなのでしょうか。これよくある質問です。べきなんてことはないと思いますが、どんなことでも。メリットでメリットで決めるなんて私には信じられないです。私がなんで博士課程に進んだかっていうと、最も短く言えば、じゃんけんに負けたから、チコちゃん風です。大学卒業したらどこかの石油会社に入って中途あたりの製油所で働くのかなと思ってたんですけど、卒業研究で配属された研究室での研究が面白くなって大学院に進学。で、当時は珍しく某フィルム会社、正確にはですね、その会社はフィルムじゃなくてフィルムって書いてあるんです。 E は小さくない。その会社某フィルムメーカー、今はもうフィルムメーカーじゃなくなったみたいですけど、が修士の大学院生に奨学金を出していて、就職すれば、まあ、修士出て就職、その会社に就職したらその奨学金返さなくてもいい。確かね、月10万円ぐらい出たんですよ。当時でね、どれぐらいのかな、初任給、大学出て初任給は10万円ぐらいでしたからね。はい。でした。で、それ狙ってたんです。狙ってた。だけどやっぱり、そんないい条件のやつはみんな狙ってるわけで、少なくとも50人ぐらいいたら同級生のうちのもう2人も狙っていて、で、その案内が出たときに、みんな、私もって言って、競合して、で、その教室主任が、もうめんどくさいので、3人で決めろと、勝手に決めろということになって、で、3人で話し合いをもうやめようと。まあ、正直言うと、あんまり話し合いたくない相手が中に一人いたんで、もう話し合いはやめて、もともかくジャンケンで決めようっていう私が提案して、提案したにもかかわらず、1回戦で3人でジャンケンして、1回戦で早場負けて、僕確かね、パー出したんですね。早場と負けまして、もう他になんかこう、修士出て就職するって何も考えてなかったので、仕方がないかなって言って、博士課程に進学しました。で、まあ、その結果、今4年かかって学位取って、またまたま空いていた助手というのになったということです。で、そこにはメリットとか、博士号を取るべきとか、そういう話は入ってません。で、ちなみに、じゃんけんに勝った人は、某フィルムメーカーを早期退職して、某大学の教授になりました。結局同じだったのかな。セアンさん、In today's lecture, Professor introduced the concept of fuel cell and the difference between engine fuel cell and solar cell car. はい。To find the hidden concept behind the result is the main focusing point of the lecture, not the detail of cells. Question 1. Are the solar energy
which is almost infinite based on the ratio of the amount we can use and the amount the sum provides. I think instead of thinking about increase the transferring efficiency from solar energy to electricity directly, transferring solar energy into other forms of energy that we better preserve is a better idea if solar electric transfer cannot be largely improved in a short time. Of course, improving direct transfer is necessary. How do you think? This question is stupid and nonsense. Let me ask another one. What do you think about the long distance relationship? Answer for one. Everything has a limitation. はい。はい。Two. これよくある質問です。日本語で書いてますけど、よくある質問です。恋、恋愛の方の恋ですね。恋は自分勝手な願望なので、もう好きなようにしたらよろしい。愛っていうのは、相手のすべてを許すことです。これが愛です。で、唯一信じることができるのは母の愛だけ。他にはあんまり信じられる愛。まあ、私の場合、妻の愛を除けば信じられるものはありません。ちなみに私も遠距離の経験があって、相手、つまり現在の妻はアメリカにいました。2週間に1度、銀行で両替した10円硬貨の100枚の棒、10円硬貨を100枚固めたっていうか、紙で巻いたやつを5本、5000円ですね。5000円分をピンク電話の上にこう10円でもこう並べ置いて、下宿にピンク電話を行ってますかね。で、それで電話してました。もう10円玉が落ちる音がポトンポトンポトンっていう感じで落ちてましたね。はい、それが遠距離恋愛。ミューズさん、目に見える部分だけ切り取って環境に優しいという言葉を使われている方が多いように以前から感じており、今回の講義のように全体像をさまざまな視点から考えるということは非常に大切だと感じました。はい、それをミューズさんが自分でやってください。まずは修士論文の研究から。質問、先生は最近何か新しく面白い、興味深いと思うことに出会いましたか？もしあったら教えていただきたいです。新しいものには面白いとか興味深いってことはないです。感じないです。新しいこと、つまり概念、コンセプトっていうのが面白いのがあります。例えば、弱いロボットっていうコンセプトがあって、これなかなか面白いです。この、ウェブページで見てもらうと、ちゃんとリンクついてますので、リンクから、その、本出てきます。アジアさん、I think there are many hidden things from chemistry. One thing I learned from these hidden things is actually a life lesson. Like your story, 先生, about the future. I think we would not find there is a better way to use a battery instead of using the future without someone promoting the idea useFuel cell in a fast way. Probably yes, and probably no. Since no knowledge transfer is not intended in this lecture. The question: What hidden things from chemistry did you find during your research, sensei? I am curious. I found that people, not limited to chemistry.Don't like to accept new idea, or even do like to ignore. 新しいことをあまり受け入れるのも好きじゃない。誰でも。Presumably because doing different may cause unexpected crisis. 変えるとリスクが高いので、生物っていうのは変えないようにしてます。できるだけ。なので、
本当は進化はないんです。でも進化は突然変異で起きるんですね。はい、なので、普通やっぱり新しいことっていうのは受け入れたくない。それが普通です。そういうことを分かりました。研究してて。洋平さん、電池とは何か、どんなように使われ、どんな仕組みで使われているのかよく分かりました。いやいや、いやいや、そんな知識を伝達した覚えはないんだけどね。正しいかどうか分かりませんで。質問、電池を作るために一番重要な知識は何ですか？間違いなく科学の知識です。あるうららさん、変換が多いほどロスが多くなるイメージを持っていました。いや、それでいいと思うんですよ。質問、日中、研究室にいると小腹が空くことが多いです。先生は何か感触することありますか？若い頃は甘いものよく食べてました。今は全く食べません。感触を一切やめたら体重を維持できることが分かったからです。一遍やめてみ。一切感触しない、飲み物も糖分が入っているものを飲まない。ってやったら体重が維持できるか、あるいは減ります。まあ、大概は維持できるんですね。S さん。物事について考えるときにヒデンコンセプトを考えることの重要さを知れた。いやいや、まあそれ知れたらいいんですけど、それを修士論文の研究に活かしてくださいよ。質問。先生は日本が2030年までにガソリン車を撤廃しようとしていることについて何か思うことありますか？そんなこと考えてる人はいるのかって思います。2さん、電池の定義について学びました。これこういうこと間違ってます。あ、その間違ってますのですの数が間違ってるね。はい。定義というか何というかちょっと違うような気がします。質問。先生は炭酸電池と太陽電池のどちらが好みですか？いや、どっちも好みじゃないです。好きなのは 006P っていう 9V のやつ。なんで 9V なのに 006 っていうかというと、1.5V の電池を6個積層してるからです。で、5V 以上で、まあ、大概の、まあ、いわゆるそのデバイスを動かすのに 5V はいるんですけど、5V 以上で完全に平滑な直流電源っていうのはこれぐらいしかないです。まあ、あるいは、まあ、バッテリーを使えばいいんですけど、まあ、充電式の二次電池で 5V 以上出るやつ、まあ、ないわけじゃないんだけども、一番安くて使えるのはこれです。で、200本、いや、多分ね、これ500本買ったんだと思いますよ、多分。500本買って、だいぶ使いましたけど、まだ50本以上持ってます。だけど、500本いっぺんに買っちゃうと、もう期限切れちゃいますよね。あくびさん、電池って捨てるときに困りがちですよね。いよいよ、まあ、瓶缶ペットボトルの日に別袋無料です。札幌市だと。全然困らない。はい。質問。こんな電池を使いたくない。どんな電池？放っておくと液漏れするやつです、ね。最近はだいぶ少なくなりましたけど、やっぱり時々液漏れしますよね。はい。ちょっと待ってね。ちょっと待ってください。どこまで行きました？はい、コロナ後山本さん、電池の説明を例に前提条件が変わってくると説明の内容も変わってくることにハッとした。太陽電池も化学電池も全て内包して説明するとなかなか難しいが、分けているようならかなりきれいに説明できる。研究においても試行回数を増やし共通点を探すことで説明する部分はいくつとなるか、その際も太陽電池のような異数のデータが含まれることがある。完全に無視できないが、分けて考えると共通点が見えてくると思った。ええ感じじゃないですか。そのやり方で収集論文を書いてください。だけど、太陽電池みたいな異質なデータこそが、ひょっとしたらすごいことかもしれません。質問、最近面接があったのですが、その時に予想外のことを聞かれすぎて、頭が真っ白になり、うまく答えられませんでした。面接をうまく乗り切るコツなどがあったら教えてください。面接をうまく乗り切ると何かいいことあるんですかね。うまく答えられてなければ低い評価になる。つまり、うまく乗り切れば高い評価になるってあたりを考え直すのがコツかもしれませんね。それに、うまく切り抜けたっていうことが本質じゃなくて、切り抜けただけ。
切り抜けたことが高評価になるような組織に採用されちゃって入るっていうのもどうかなって感じしますかね。まあ、いずれにしてもこのコツの話って時々質問で来るんですけど、コツっていうのは、コツは教えてもらうもんじゃなくて、コツは掴むものです。自分で。パンケーキさん。In recent years, wind power generation has been paid more and more attention by countries all over the world. The use of wind power is very environmentally friendly and has a huge amount of wind energy. Then, what do you do? Question. What is the development prospect of wind energy in the new energy industry? I don't know. Or I am not interested in such a prospect.ほうれん草さん、太陽電池は結局エネルギー変換効率が悪く、コスト面から見てもわざわざ家の屋根に普及するようなものではないと思いました。そんな話したっけ？質問、電気自動車も流通や使用者が増えていますが、将来的に全て電気自動車に変わることはあると思いますか？可能性はある。ということでしょうね。ガソリン価格と電気代の推移が問題で、誰にも予想できないです。電気自動車は、1930年代ぐらいにアメリカでかなり広がったんですよ。かなりの台数使われた。はい。そんなもんです。ニョンニョンさん、電池でエネルギー変化によって効率が下がってしまうのは悲しいと思った。でも逆にもしこの部分をどうにかして改善してエネルギー変換効率の高い電池が開発できたらすごいと思った。はい。みんなそのすごいものを目指してるんですけど、そんな簡単じゃないからすごい。ですね。質問。私は結婚したいと思える人とまだ出会っていません。先生と奥様の馴れ初めとこの人と結婚しようと思ったきっかけについて教えてほしいです。まあ、出会いっていうのと結婚っていうのは人それぞれですからね。もうそんな人の話聞いたって分かんないかも。私の場合、運命です。間違いないです。運命。二人ともそれぞれ別の相手と付き合ってる状態で知り合いました。いつの間にか結婚するしかないでしょうってことになったの。それがなんで変わったかっていうのはなかなか難しい話です、ね。博士課程2年の時に結婚しました。結婚したいと思えるんじゃなくて、結婚するしかないでしょうってことになったってことです。コーカサスオプションさん、コーカサスオーカーブ主さん。私は電池について研究してるんで面白かったです。どんなふうに面白かったんですかね。質問、未だかつて発見されてない新しいクリーンな電池はあると思いますか？未だかつて発見されてないんだから、あるかどうかわからないです。それにもしあったとしても電池じゃないかもしれないし、イノベーションなんてそんなもんですよね。はい。多分電池じゃないんだと思います。アラムグロックさん、ちょっと待ってね。アラムグロックさん、The idea of fuel cell to save energy and reduce emission is very good. At the same time, I think that the use of solar energy as an electric vehicle is very novel in conception, but there are many limitations in practical application. The lecture code must be correct. Yes, but those are not at the focusing point of the lecture.My question is, does the fuel cell contribute the production of carbon dioxide during the production process? At least partially, unless produced only by solar power. この線の下は遅刻です。投票対象じゃありません。残念ながら。そうめんさん、ガソリン発電の代わりとなるエコ発電方法が出回っているが、結局エネルギー変換が少なくて、ロスの少ないガソリンの発電が最もいいことではないかと思った。いえいえ。熱機関、ガソリンエンジンとか、熱機関、熱力学によって変換効率が低いのが宿命ですから何ともなりません。原子力発電も結果的には熱機関です。質問。エネルギー政策として原子力発電を札幌に作ることになったら賛成ですか反対ですか？札幌でなくても原子力発電所はいらんなと思ってます。廃棄まで考えたら、といっても誰も現実的に考えてないんですけど、廃棄まで考えたらこれほどコストの発電ないですよね。
スリスリスリーさん。スリースリーさんか、スリースリースリーさんか、どっちかですね。あ、そうか、スリースリーズか。いや、どうしてもいいです。電池とは最終的に何かのエネルギー、ケミカルエナジーを電気に変えるもの。いや、はい、そうだけど、それだとシリコン太陽電池は当てはまらないので、ダメだよっていう話をしたんです、前回。質問、何をしているときが一番幸せですか？もちろん、この講義を含めてたくさんの人の前で喋っているとき、喋ることによって自分が何を考えているか知ることができる。で、決して、他の人が何を考えているかを知りたいわけじゃなくて、自分が何を考えているか自分が喋ることによって知るということがポイントです。はい。以上でございます。いいと思った質問といいと思った回答について、ニックネームで投票お願いします。今回は複数質問もあったので、複数質問のどちらかに投票する場合は番号を明記してください。はい。それでは、元に戻ります。です。ちょっとお待ちください。どこまで聞きましたっけ、うん、お、11時。はい。近づいてきました。クイズ。前回見ましたけど、クイズのポイントは別に何でもいいんですけど、何でもいいんですけど、ネタがインターネット上にないということです。これ大事です。で、インターネット上にないということを示すのはなかなか難しいんですけど、こういうキーワード、こういうキーワード、こういうキーワードで調べて出てこなかったのでありません。あるいは、同じようなネタはあるんだけど、ちょっと違いますと。こういうふうに違います。ということを、調べる必要があります。で、それ以外はまあ細かい話ですね。どういう書式かとか、パワーポイントファイルで出せとか、まあそういう話だけで、それ以外は制限はほとんどありません。7月18日。あと一月ぐらいですね。一月ちょっと、ほんのちょっと。はい。今日の分は72時間以内にメールを送ってください。me2022-06-16 です。はい。そう。The last lecture, the graphing in chemistry. What is cell density? And it is necessary to think all the cell density, not limited to one or two densities. So all the cells, denchi, you know, must be included. And then hidden concept behind it should be clarified. And except for silicon solar cell, storing electrical energy as a chemical and converting them into electric energy, such a device.Can be a cell, but solar energy cannot make such a chemicals. So, if solar cell, silicon solar cell, should be included in the cells, it is necessary to change the concept, converting certain energy into electrical energy. So, this is something like a 発電機 generator.So it is a bit difficult to make the simple answer for hidden concept. はい。So then, today's topic is triple crown. That is the hidden concept, not hidden, here is clearly stated. The concept is what is the goal of scientists?今日は三冠王なんですけど、三冠王な、何の話をするかっていうと、科学者は
何を目指すのかです。はい。それ、いや別に三冠王を目指すというわけじゃなくて、三冠王を例にとって、科学者は何を目指すべきかという話をします。はい。いいですか？そう、三冠王 or triple crown in English. If you don't know this term, word, please raise your hand by using reaction. もし三冠王とかトリプルクラウンという言葉を今まで聞いたことがなかったら、リアクションで手を挙げてください。お、いた。今までの講義で初めてです。はい。So, if so, I... So, the first part, first part of my talk, you will not able to answer, but that is okay. はい。待ってね。11人しかいないね。少ないな。はい。では、まあ、その知らないという人はしょうがないんですけど。So, please answer. What is triple crown in baseball? 野球の三冠王ってどういうことですか？どうぞ。三冠王という言葉を知っているけど、野球の三冠王は知りませんでしたという人は手を挙げてください。Please raise your hand if you don't know the triple crown in baseball. はい、大丈夫。お、やっぱりな。そうね。はい。でもなんか想像してください。三冠王って何ですか。クラウン。クラウンっていうのは頭に乗せる冠ですね。なんかもらうわけです。なんかもらう。トリプルです。3つ。ですね。はい。どうでしょう。なんか書きましたか？まだ何も書いてない人。手を挙げて。もうなんか書いたんだ。はい。では、では、メジャーリーグ、まあ、大リーグですね、アメリカの大リーグの三冠王、誰？知ってますか？知ってますか？最近、いたんですよね。はい。まあ、ちょっと海外ニュースとかスポーツニュースとか見てる人は知ってると思いますけど、まあ、今年ももちろんまだ現役でやってる人です。全然知らなければ適当に名前を書いてください。どんな別に実在しててもしなくてもいいから、なんか名前書いてください。はい。いいですか？いいですか？書きました？なんか書いた？いいですか？はい。この人ですね。ミゲル・カブレラ。多分、中米のからの人だと思いますけど、カブレラ。2012年。といってももう10年前ですね。デトロイトタイガース。今はデトロイトだったっけな。で、2012年なんですけど、大リーグで三冠王が出たのは1965年以来、47年ぶりに出ました。すごいね。47年間いなかったんですよ。で、もう三冠王は出ないだろうと言われてたんですね。でも、出ました。ホームラン44本。ランバッティドイン。打点っていうですね。日本で言うと。はい。つまり、その人が打つことによって、点が入った。何でもいいです。押し出しのフォアボールでもいいし、外野フライでもいい。もちろんヒットならいいし、もちろんホームランって OK ですけど、それで何点入ったかっていうわけです。でこの人が打って139点入ったってことですね。で、バッティングアベレージ。
3割3分でも高いです、結構。3分の1です。3分の1ヒットになってるわけです。すごいです。はい。でした。もっと昔だと、ルー・ゲーリックって聞いたことないですかね。聞いたことない。エド・ウィリアムズ。まあ、古いよね、多分。1950年代かな。ですね。65年が最後だから、テッド・ウィリアムスが65年かな。ちょっとわかりません。ですね。ここにちゃんとね、トリプルクラウンの定義が書いてあるんです。さっき出たように、ホームランとランバティドイン打率とバッティングアベレージ。これが打者の参加。ピッチャーの三冠王ってなって、はい、勝ち星、勝ち数、三振、それから防御率ですね、アンドランアベレージ、はい、これが三冠王というふうに言われています。で、ウィキペディアによると、打者の三冠王というのは首位打者、つまり打率ですね。バッティングアベレージ。で、ホームラン。で、打点、ランバッテルイン。ね、で、まあ、これが三冠ですよね。それ以外のタイトルはあるのかっていうと、盗塁と安打数。まあ、安打数は、その打率と関係してる、まあ、連動してますよね。最高出塁率は、まあ、フォアボールとかデッドボールも入るけど、まあ、やっぱり打率と関係しますよね。だから、まあ、盗塁っていうのが OK かもしれないですね。で、打者の四冠王っていうのはいないみたいです、世の中に。で、もう引退しましたけど、イチローがアメリカに行く前の年の日本で、あと一本ホームラン打ったら、本塁打王になって4冠だったんですけど、ならなかったです。はい、投手の方は防御率。防御率っていうのは、9回投げたとしたら何点取られたかです。だから、1回だけ投げて1点取られたら防御率9になっちゃうんですね。それから最多勝利、勝ち星。これはなんか何点取られようと勝てばいい。はい、それから最多奪三振。まあ、これはまあ普通かな。で、最高勝率、でもまあ最高勝率は防御率と関係するし、から最多完封勝利ってのはまあ他と連動してるんで、まあ大体普通は三冠王、ピッチャーの場合は防御率と最多勝利と三振になるということになります。で、まあ、日本だと、So, please answer if you know the triple crown as a batter in Japan professional baseball league。 日本の人なら、まあ、何人かの名前知ってると思いますよ、少なくとも。多分中国の人でも一人は知ってると思う。多分ですけど。はい。誰が打者の三冠王でしょう。少なくとも一人、一人も思いつきませんという人手を挙げてください。あ、いないんだ。大丈夫なんだ。はい。こういう人ですね。王貞治。これは聞いたことあるよね、きっとね。野村克也も知ってる人いるんじゃないですかね。落合もまだまあ、時々出てきたりしますよね。で、落合すごいのはね、3回取ってるんですよね。3回。で、バースっていうのも、バース掛布岡田の3連続ホームランっていうのがあったんですけど、まあそういう時代ですね。で、
1986年までは、まあまあ出てたんですけど、そこから20年近く出なくて、松中。で、多分、この後出てないと思いますよ。松中の後三冠王、打者の三冠王出てないです。で、四冠王いない。で、さっきも言ったように、イチローが惜しかった。ですね。で、大リーグでは1967年以来出てないとかあったんですが、さっきの2012年にカブレラが取りました。久しぶりに。で、これはですね、どういうことかっていうと、どん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 ピッチャーの質が良くなっていくので、どんどん打てなくなっていくっていうことですね。で、そこは難しいです。で、ピッチャーの三冠王、トリプルクラウン、以上。あ、ついでに言うと、中島康晴って一番上の人ですね。この人と、それから外国人選手、ブーマー、バース、で、最近の松中を除くと、全員監督やってます。監督経験者。ということになります。で、ピッチャーの方は、こんな感じ。一番、こっちの端っこが難関ですけど、五冠王はいるんですね。結構いるんですよ、五冠王。杉浦って、まあちょっと古いですけど、知ってる人は知って、杉下とか、五冠王ですね。で、江川も五冠王、斎藤も五冠王。だ結構、まあ、ピッチャーの方は三冠王、四冠王、五冠王、結構たくさんいるんですね。で、この黄色で色をつけた人は監督になる。だから、その、まあ、やっぱ監督をやるためには、この人、大丈夫かいなと思われる人はできないので、監督、三冠王、四冠王、五冠王、まあ、打者も含めて、取る人。そうだ、トリプルクラウン、ホルダー、キャンビーアディレクター、なんて言うんだろう、監督ってなんて言うのかな、ディレクターじゃないな。すみません、忘れましたけど、キャンビーはチームリーダー、チームリーダーでもないな、に慣れるってことです。だから、やっぱりまあ、それだけのものであると。簡単じゃない。単に首位打者になるとか、ホームラン王になるだけじゃダメで、三冠王、四冠王、五冠王になるっていうのは、一つの大事なポイントだというわけです。ここまでご質問ありますか？Do you have any question? はい。サッカーは、プレイヤーの三冠王はないんです。ないんですけど、チームとかね、国とかですね、というのは一応あるということになってて、同じシーズンでなくてもいい。So, international travels.The France won FIFA World Cup, the UEFA Euro, ヨーロッパのリーグですね。FIFA Confederation Cup, これは国別対抗ですね。で、1998年から2001年にこの3つのタイトルを取って、まあ、三冠王になった。で、ブラジルは2002年に FIFA ワールドカップ、2004年にコパアメリカーノ、アメリカ、南北アメリカですね。それから FIFA コンフェデレーションカップっていう、まあ、国際大会、いずれも勝っているので三冠って言われてるんですけど、これまあ個人 の, あの野球みたいに個人のタイトルじゃないっていうところですね。はい。はい。では、サイエンスの分野におけるトリプルクラウンって何ですか？どうぞ。何を取ればトリプルクラウンになれるの？だから3ついるわけです。3つ、条件が3つある。3つ。何を取ったら
サイエンスの世界で三冠王。まあ、実際ないですよ、そんなの。ないけど、もしあるとしたら、三冠王って何ですか？ So, please imagine what kind of titles can be a one of crown of triple crown in science, not baseball, not soccer, not football. はい。別に3つだけじゃなくてもいいです。どんなタイトルを取ればいいのか、あげてください。はい。ちょっとこれは考えていただきましょう。と言っても、まあ3分ぐらいかな。はい。どうですか？ 3 つ以上思いついたっていう人手を挙げてください。お、いたいた。でも1人だ。まあ最低限3つ挙げてほしいんですけど、もし思いつかなければ1個でもいいんですけど、0はダメです。何か書きました？いいですか？大丈夫ですか？いいですか？はい。こんなのどうでしょうね。タイトルですから、タイトルって、まあ、例えば、どっかに名前が載るってわけですよ。名前が残るレコードに、記録として。なので、まあ、なんか、アウォード。で、まあ、その中で、何がまあ、一番こう、普遍的とか、インターナショナルなのかっていうと、ノーベル賞っていうのはそうかもしれないですね。でも、ノーベル賞は、含んでいない分野があるので、まあ、公平ではないといえば公平ではないですけどね。ノーベル賞。で、これ、名前が残るわけです。何年度の何の分野の
ノーベル賞受賞者はこの人ですって名前が残るわけです。で、多分なんかもらうと思うんですけど、知りません。あ、メダルもらうのかな。メダルにはもちろん名前が残ってるわけです。それから、科学ですから、科学だと、リアクションとか、それから、ものとか、からコンセプトとか、プリンシプルとか、なんとかの法則とかですね、に名前が残る。何々法則、知られている。これ、クラウンですよね。名前が残るわけです。で、名前の、その人の名前の単位ですかね。ボルトとか、アンペアとか。はい。まあ、この辺はもう、まず間違いないっていうか、残るレコードでしょうね。だから、学会とか、雑誌とかに、その人の名前が残る。まあよく日本語で言うと、in Japanese、何々の名前を冠した冠ですね。まさしくクラウン。なんとかっていうやつですね。で、ラストワン。アドジェクティブ。in Japanese、形容詞。その人の名前の形容詞がある。ここはすごいです。その人の名前の形容詞、何かを表すために、その人の名前を出すのが一番わかりやすい。はい。これ以外で、If you think another or the other items or crowns should be included.If you do think so, please input in the chat. もうこれ以外のなんかタイトルが科学者の三冠王になるんじゃないかっていうのがあったら、チャットに入れてください。ないですか？ないですか？本当にないの？OK なの？これで。はい。ではですね。この5つのうちの3つ。3つ取ってる人。結構たくさんいます。この5つのうちの3つを持ってる人。4つの人もいるんだけど。あげてください。絶対に知ってます。少なくとも。2人は知ってる。絶対に。で、名前を書いて、で、どのタイトルを取ったか。この5つのうちの、この5つのうちのどの3つを取ったのかっていうのを名前の後ろに書いてください。So please list up the triple crown in science. At least I think two or three scientists you must know. And write the name of that triple crown holder. And then which item he and she got.はい、どうぞ。少なくとも2人。3人は知ってる。まあ、トリプルクラウンかどうか認識してなくても、ほぼ全員みんな知ってると思います。で、それがトリプルクラウンかどうかっていうのは分かんないと思うんですけど、もうこの人はトリプルクラウンだろうなと思う人が、少なくとも2人、あるいは3人います。
まだ誰も思いつきませんという人手を挙げて。あ、大丈夫なんだ。一人は思いついてんだ。少なくとも。メールに書いてもらうアンサーは、別に合ってても合ってなくてもいいので、もう思った通り書いてくださいよ。なんか割とメールの答えがほとんど全部正解ばっかり書いてあるんだけど、そんな見てもしょうがないので、みんなどう思ってたかっていうのを見た方が面白い。はい。一人しか思いついてませんという人であげて。Only one. おー、結構言う。二人はあげてください。絶対知ってる。二人は絶対知ってます。いいですか？いいですか？締め切りますよ。いいですか？はい。アイザック・ニュートン。ノーベル賞もらってません。でも、ニュートンの法則、もちろん。ニュートンという単位、もちろん。それから、ニュートニアンっていう形容詞があります。クーロン。クーロンも知らん人いないやろな。クーロンは、ノーベル賞はもらってません。クーロンの法則もちろん、クーロンというユニットがある。それから、忘れちゃったんだけど、形容詞あります。クーロン。クーロンのよ、のっていう。で、ファラデー。まあ、ファラデーもちょっと古すぎて、ノーベル賞もらってません。はい。だけど、ご存知のように、ファラデーの法則とか、ファラデーというユニットありますし、それから、まあ、ファラデーソサエティっていうのが昔ありました。今はないけど。それから、ファラダイックっていう形容詞があります。4巻とも言える。3巻か4巻ですね。ファラデー、ニュートン、クーロン、ファラデー知らない人いないのに、きっとね。フランク。これは量子科学系、勉強したら必ず知ってます。ノーベル賞もらってます。プランク定数っていうのがあります。それから、マックス・プランク研究所っていうのがあるよね。はい。で、キュリー夫人。キュリー夫人っていうのは、マリー・キュリーっていうんですけど、マリー・キュリーっていうのは、フランス人と結婚してマリー・キュリーになったんですけど、この人ポーランド人なので、ポーランド語にはマリーっていう言葉ないんですよ。マリアなんです。で、正確にはマリア・スカダフスカ・キュリーですけど、この人はノーベル賞2回取って、物理学賞と化学賞で2回取って。で、キュリーの、なんとかの法則っていうのがあります。放射能。それから、今は使われてませんけど、今はラッドっていう言葉を使いますけど、ラッドか。はい。昔はキュリーっていう、のがありました。それからラザフォード。ラザフォードはノーベル賞をもらってます。ラザフォード三卵っていうのが名前残ってます。それから、ユニットだったかな。ちょっと、覚えてません。どっち、ユニットにあったんだっけな。はい。アインシュタイン、知ってますよね。当然。ノーベル賞もらってます。アインシュタインなんとか則っていうのがあります。アインシュタインっていうユニットがあります。これは光のを、モルと同じ概念で表したときのユニットです。今は使われてません。つまり、モルがもうそのアインシュタインという単位を包括することになったので、モルしか使いませんけど。
なので、三冠王ですね。これ以外に三冠王、この人三冠王じゃないかと思う人がいたら、チャットに入れてください。どうぞ。いいですか？はい。この、左の人ね。これ、前衛博物館の裏に、前衛博物館の裏側に、前衛肖像博物館っていうのがありまして、なんて言ったらいいのか、肖像画だけを集めて、あるいはこういう彫刻ですね、像だけを集めてるのが、前衛博物館の裏にあるんです。でそこに、このファラデーの絵があって、もうほぼ間違いなく、ファラデーの絵、なんかこう、挿絵とかで入れるのは全部これです。で、本当は写真撮っちゃいけないんだけど、なんでここにあるのかな。はい。あ、それだと思うか。そうすると、まあ、三冠王結構たくさんいたんですけど、実は、五冠王がいるんです。誰でしょう。どうぞ。つまり、この5つの条件全部満足している人がいるわけです。ノーベル賞を取って、名前がなんか法則とか反応に残ってて、ユニットがあって、で、その名前がついた学会とか雑誌とかがあって、それで形容詞もある。五冠王。誰でしょう。さっきの三冠王の人の中には入ってません。だから、この人は本来その三冠王の中に入ってたんで、三冠王以上で。はい。でも、分かった人。分かった人手を挙げて。でもね、名前聞いたことあると思いますよ。絶対に。はい。この方、アービン・ラングミュアです。アービン・ラングミュアは、1932年にノーベル化学賞、アービン・ラングミュア got the Nobel Prize in Chemistry in 1932. ラングミュアアイスファーム、ラングミュアプロジェクトフィルムです。And the unit, ラングミュア is a unit for exposure. 日本語で言うと、露出って言うんですけど、真空中なんかの表面が、どれだけ露出してるかっていうことの単位ですね。それから、ネイボブ・ソサイティ・オア・ジャーナルズ。Yes。アメリカ科学会。ラングミア。ズバリ、ラングミアっていう名前の雑誌が。それから、ラングミリアンっていう形容詞が。この人だけです、五感を。まあ、この人だけを五冠王にするためにこの五冠決めたんですけどね。でも、He is a only one quintuple crown in science. Got the Nobel Prize. The name of principle or equation and unit. Name of journal and adjective. です。ラングミア知らなかった人って言われて。みんな知ってるじゃん。みんな知ってるじゃん。五冠王ですよ。五冠王。唯一の全世界で歴史上初めての五冠王。で、この人だけです。で、これも聞いたことあると思いますが、ソルベイ会議っていうのがありまして、はい、聞いたことない人。If you don't know the name of Solvay Conference, if you don't know that name, please raise your hand. Oh, okay. So, this is the probably
HIFS かな覚えてあ、HIFS Conference of, of Survey Conference that is the、focusing on deviation theory and the content. This is a, the one of the key meeting to, for establishment of quantum physics.量子力学、量子物理学っていうのができた、まあ、端緒になった会議です。はい。ここに出席者、2人ぐらいね、映ってない人いるんですけどね。29番まで番号つけました。少なくとも2人は知ってると思います。どの番号の人が誰ですか？はい。So please answer the name among those 29 scientists. Probably you should know at least two scientists. And please answer number and name you know.And Langmuir is one of them. And please answer, who is Langmuir? Dare もわからないって言う人手を挙げて。あら。絶対二人は知ってると思うよ。三冠王がこの中に入ってます。さっき言った三冠王の、もちろん、ラングミアは五冠王ですけど、そのうちの、四人入ってますかね、この中に。三冠王、五冠王が。はい。いいですか？誰か書いてね。So please answer at least one. はい。アインシュタイン知ってますよね、きっとね。これはキュリー。で、この人はラングミアですね。それから、プランク、あれ？プランクがいない。ないんだ。この中にはいないんだ。あ、いたいた。あ、じゃあ、パウリーだね。はい。で、これで、この、クノーセンっていう人、除いて、この名前が出てる人は、ノーベル賞を取ってます。だからこの中にノーベル賞が、16人いるんですよ。半分ぐらいノーベル賞を取ってる。すごい会議ですよね。すごい会議。で、ラングミア、この当時はドイツにいたんですね。ネルンストっていう電気科学の人ですけど、その人がオーガナイザーの一人で、まあ、それと一緒にこの会議をオーガナイズした。だから、ラングミアというのは最初は量子力学も研究してた。あるいはまあ原子の構造について研究してたということです。で、すごいのは、まあ、この人は結構シャレものというか、なので、映画、ムービー撮ってたんですよ。音はないですよ。音はない。画像だけ。だからフィルムをこう手で回して撮るカメラで、このムービー撮ったんです。この会議に。で、まあ、手回しですから、ちょっとムラがあって、なんかこう、すごい早送り見えたりとか、それからまあ、コマ数が少ないので、なんかこう、飛び飛び見えるんですけど、実は、ある財団がそのフィルムを持ってたんですけど、今は、YouTube に出てます。だから、これ調べれば、ランゴミア、あるいはソルベイ会議で、YouTube で調べたら、このランゴミアが手回しのと、で撮った、カメラで撮った、この会議の様子でアインシュタインとか映ってるんですよ、はい、みんなお茶してるところ、はい、映ってます。興味あったら見てください。これすごいことだと思う。だから YouTube っていうのはやっぱすごいですね。だから財団の時は結構探しても探してもなかなか出てこなかったんですけど、
YouTube になってもう一発で出るようになりました。At that time, the Rangumya studied the structure of atom. Not, at that time, not such a clear image of atom you know now. 今、皆さんが思っているような原子のどんなものかっていうのはなかった。で、その時にラングミアはラングミア、ルイス・ラングミアセオリーっていうのを作って、オクテット。つまり、原子というのは、こういう四角い立方体になっていて、で、その隅っこに電子があるっていう考え方でした。で、それでいくと、フッ素とか酸素とか、フッ素だと、こうつながってる。一つの辺でつながってる。で、これ、まあ、単結合ですよね。で酸素だと、面なので、二重結合だ。だからですね。だから、CO2 っていうのは、こういうふうに表される。二重結合、二重結合。でも、このやり方だと、三重結合は表せないんです。表せない。でしたね。で、そこはやっぱポイント。一番難しいところですね。はい。で、まあ残念な、でもまあ今は高校の科学の教科書なんかこう、8つの8個の電子が原子核の周りがあるのが安定だって言ってるのと、コンセプトとして一緒ですよ。はい。はい。で、こんな感じ。で、水素がダメなんですね。So it is impossible to say hydrogen. not 8 electrons. はい。ラングミア、start publishing in, いつから始まった ?1996 when I was assistant professor, the first publication. Langmuir project film. Probably you know the name of this, the making the monolayer film. Yes. Okay. So then, the most important achievement by Langmuir is related to Rydberg, 電球です。ドイツの留学から帰ってきて、after studying in Germany, he got a position in General Electric, founded by Thomas Edison. Probably you know the name of Edison. And he joined the development of light bulb. And at that time, the tungsten is used.As a filament. In the start, the tungsten is not used, but the Edison visited Kyoto to use bamboo. The carbon from bamboo can be used for light bulb, 白熱電球. But at last, he got the tungsten filament. But still, the lifetime of light bulb is not so long. And something, impurity in bulb lead to going out, that 電球が切れる。So, why light bulb with tungsten filament goes out, 切れるのか? What is the impurity? Please answer. If you don't know the light bulb,白熱電球、please raise your hand. Probably you know. 10 years after, probably the student don't know what is light bulb. なぜ白熱電球は切れるのか。切れる原因は何かの不純物、インピリティです。何がインピリティで、どうやってそのインピリティによってなぜ切れるのか。理由は分からなくても何がインピリティかだけでもいいです。
はい。何も分かりません。なんだか分かりませんという人手を挙げて。酸素だって答えた人手を挙げて。If you think oxygen is impurity to make tungsten filament go out. いないんだよ。はい。実はですね、水だ。電球ってこんな形してますよね。これはなんでかっていうと、Why the shape of light bulb is something like this? This is to reduce, to make vacuum inside. So because、if there is oxygen in air, the filament goes out by burning. So therefore, when start manufacturing light bulb, this must be in vacuum. But even if very, very high vacuum condition, so almost no air inside, still light bulb goes out. And so almost all the researcher people think the reason must be oxygen remaining in the bulb.That Langmuir thing. Probably no. Even if the very, very high vacuum conditions, still the same thing may happen. And he thought that water can be an impurity to leading the light bulb go out. And he analyzed.And proposed a concept of Langmuir cycle. And so, though it is a bit difficult to remove water, because water is tightly attached or adsorbed on the surface of glassware. So therefore, it is impossible to remove all the water inside. And if water reacts with tungsten filament, the tungsten oxide is produced with the release of hydrogen. Okay. And inside, almost the vacuum, only small amount of water. So water can easily collide with tungsten filament.So that makes tungsten oxide. And tungsten oxide is more volatile compared with tungsten metal. It's 水とタングステン、水そんなわざわざピラミッドが反応するかと思うかもしれないけど、水の分子がその高い真空ですか、他にぶつかるものがないから、まあ、ともかくタングステン当たっちゃうわけです。そこで反応して酸化タングステンができる。酸化タングステンはタングステンよりも融点が低いので、揮発しちゃうんですね。これが。で、揮発して、で、冷たい、タングステンのフィラメント熱いから揮発しちゃって、冷たいところにこうくっつくんです。タングステン。酸化タングステン。で、これは黄色なんです。で、切れた電球は黄色じゃなくて黒くなる。なんで黒いのかっていうと、その酸化タングステンができたときに水素とこの酸化タングステンが反応したんです。で、酸化タングステンはタングステンになると同時に水素は水に戻るんです。だからこの水がまた反応する。ぐる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 回るわけ、水は。だから、すっごい頑張って水を取っても、必ずちょっと残ってたら必ずこれが起こっちゃう。ね、で酸素はあったら、まあ、できるだけ抜いたら、もう一旦反応したら、もうそれで戻りませんから、終わりなんです。だから、少々残ってても、ちょっと最初に反応させたら、もうそれで終わっちゃうわけです。それきれいになっちゃうわけ。だから水はいくらたってもなくならない。要するにこれ、タングステンの金属が蒸留されたようなものです。だからどん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 このタングステン減っていくわけ。だから切れちゃうんです。で、これすごいんです。
だから水が原因だということを突き止めた。これすごいんです。他の人はみんな空気だ。空気中の酸素だと思ってた。これすごい。でももっとすごいのは、普通の人だったら、for ordinary people, if the water is the reason for going out light bulb, they, including me, want to remove water from light bulb. No. Lahumia doesn't think. So it is rather difficult to remove all the water. So therefore, he introduced the new idea that is filling up inside with inert argon. At that time, argon has been discovered. And not so much, but actually in air, the argon is there. So therefore, it is possible to use. And first, that is evacuated to make vacuum. And then introduce argon. So therefore, so many argon atoms there. So it is not so easy to reach to the surface of tungsten for water molecule. So, つまり、アルゴンないからこういうもう簡単に当たっちゃうんだけど、アルゴンのような不活性のやつ入れとくと、水は簡単にはタングステンフィラメントに近づけなくなるので、反応速度、反応が遅くなって、まあ事実上反応しなくなる。だから実用に。すごいのは、水が原因であるということを発見しただけじゃなくて、水を取るという普通の発想じゃなくて、水とタングステンを反応させなければいいんだ。すっごい反応しやすい条件になってるから反応しちゃうので、反応しないようにすればいいって考えたってことです。で、もちろん特許取った。だから GE は今あるんです。この時、ラングミアがこれを発見しなかったら、で、アルゴンを入れることを考えなかったら、GE は今のような、もうなかったかもしれない。もうこれのおかげで GE は立ち直る。今、2つすごいです。3つ目のすごいのは、じゃあ、水は、どういう時にこの表面に吸着するのか考えて。で、吸着の理論を考えて。で、それによってノーベル賞を取った。会社の研究者ですよ。会社の研究者は、会社の実は本当に電球の研究やってて、そこから吸着の研究やって、それでノーベル賞を取ったってわけです。で、これがなかったら GE はなかったし、これの電球という実用的な研究をする上で基礎をやった。だからみんな基礎研究と応用研究って別々だと思う。電球の切れないようにするのを応用研究って間違いなんですけど、応用があるから基礎が出てきた。何にもなくて吸着なんかが多分ラングミは考えなかった。応用があったから基礎があるんです。そう、Applied science, applied one research work must lead to basic fundamental research. So this is a very, very important part. So without understanding the application, it is impossible to have the enough discussion on fundamental science. And Langmuir theory about sorption, I have no time to interpret this one.5 minutes. That is very, very comprehensive. Actually, I have no time to interpret, but that is very simple and easily understand. And the triple crown. So he is, Langmuir is a quintuple Gokan-o crown, but that isSimple and easily understandable. ラングミアの見つけたその水がどうして電球が切れるようになるのかっていうのすごいシンプルな話で、で誰でも分かった。
あ、そうかい、そうだったのかいって思ったし。で、それはどういうことかというと、オブジェクティブである。客観的だ。Simply and easily understandable というのは、オブジェクティブ、客観的だ。サイエンティスト、科学をやるためには、オブジェクティブでないとダメ。オブジェクティブであるということはどういうことかって言ったら、誰にでもわかるということです。簡単に言えば。で、もう一つ大事。誰にでも、なんていうのかな。可能性があったと。さっきも言ったように、電球の中にありそうなものは空気か水だ。でも誰も水を考えなかった。でも、みんな、あ、水、あ、それはあるよねってことになるわけです。だから、もともとその考えは別にラングメアじゃないと絶対にわからなかったかって、そんなわけなくて、誰でもわかった。ラングメアの吸着等温式ってすごい簡単に導ける。すごい簡単。誰でもできた。コンプリヘンシブですけど、誰でもできた。誰でもできたけど、番組しかできなかった。で、みんな思ったわけ。あ、いや、その通りだと。で、どうして私には分からなかったのか、それが。ってわけです。で、みんな、日本語で言うと、まるまるまるだと思ったわけです。そうかと。だから、とんでもなく、絶対自分にはこんなん絶対考えつかへんわ、みたいなことじゃなくて、これ絶対自分でも分かったよ、きっと、と思ったわけ。まるまるまるだ。まあ、英語だと多分、まあ、こういう完了形になるんだと思いますね。なんとかどう。思った。だから、三冠王、五冠王になったんです。で、つまり、他の人に、〇〇〇たって感じさせることが、オリジナルだってことです。一番最初の講義で言います。In the first lecture of the series, I told you, the research work must be original, and scientists must have originality. And the true truth is, originality is to make the others feel or in Japanese, 〇〇〇た。So that is very easily understandable. And that is open for everybody. Why I couldn't find this, that feeling. That is original. はい、以上です。これがオリジナル。まだその、まるまるまるた、何かわかんないけど。はい。では、今日の講義は以上でおしまいです。72時間以内にメールを送ってください。よろしくお願いします。まるまるまるたが何かって書いてもらってもいいんですけど、それがバレちゃうと、この講義終わっちゃうので、書いてもらっていいですけど、伏せ字になりますので、よろしく。はい。今日の講義は以上で終了です。お疲れ様でした。